過去に税金を滞納していた神田財務副大臣の辞任を受け記者団の取材に応じた岸田総理大臣は国民へのお詫びを述べました任命責任については、えー、重く受け止めておりますこれでも適材適所と言えるのでしょうか政治というのは結果責任であります国民の皆様方にお詫びを申し上げなければならない 神田氏は辞任の理由について。税金滞納問題が国会の審議に影響を及ぼすことは避けたいと話しましたが。事実上の更迭で。後任には。自民党の赤澤良成氏がつきました。国会開会中なんで。しっかりあの。まあ。身を引き締めてやってくれと。国会の開会中に。不祥事で副大臣など3人が辞任したことで。 内閣支持率は危険水域ともいわれる20%台に落ち込んでいて国民の信頼を回復できるかが焦点となります。